さんこんにちは、映像クリエイターの山本です。で今日何するかって言ったらこれ見てくださいよ、オズモモバイルっていうのかな、これ僕今日ちょっとこれね初めて使うんだけど、今日はこの iPhone を使って PV を撮っていきたいなと思います。ではゲストのですねモデルのアンジェさんに入ってきてもらいます。どうぞ。アンジェさん、こんにちは。アンジェです。嬉しい。はい、アンジェさん今日のモデルさんなんですけども、今日はねアンジェさんをにご協力もらって、ご協力していただいてリアル動画撮っていきますのでね、それでは行ってみましょう。ヒストグラムを信用しよう。さあそれでは行くよ。はい、こう、じゃあお、カメラ目線なんだ。ちょっとごめん、もうちょっと遅く。さあこの iPhone、 iPhone で撮ってないです。 iPhone のアプリで撮ってなくって、ね、何のアプリで撮ってるかって言ったら、フィルミックスプロというアプリを使っています。なんでフィルミックスプロで撮るのって言ったらね、まあ、結構細かい設定できるんですよね。なんかカラーとか、まあ、フォーカスもねちょっと操作できるのよ。だから背景ちょっとボケたりとかもできるんですよ。まあ、実はフィルミックスプロを僕本格的に使ったのさっきが初めてまあ以前から入れてたんだけど、フィルミックスプロいいよっていうからね、でも本格的に使ったのは今日が初めてです。だからちょっと戸惑っておりますね。すいません。なのでまあほら、でも13でさ背景ボケるとか言ってて、でも僕のねこの iPhone 12 Pro Max なんですよ。でフィルミックスプロで撮ったら背景ボケるから13じゃなくていいよね。13って背景無理やりぼかしてるんですよ。でなんかここの輪郭がちょっとなんかおかしい感じがするんで、そう考えるとフィルミックスプロ使った方が背景ボケて一眼っぽく撮れるというアプリかな。今ね15分ほど使ってそう思った第一印象ですね。15分ほどしかまだ使ってないけど実際そう思いましたね。はい、じゃあ次ねここ撮ろうかな、はい、ここのねど真ん中歩こっかな。あのシンメトリーなんでね。でど真ん中はどこだ、ここのここか、こことここの間だよね、うん、ここモデルさん歩いてもらって、はい、まっすぐ、はい行くよ、よーい、うん、で俺が OK って言うまで歩いて、もう真ん中だよ、はい行きますよ、スタート。いいね、その動きいいよ、その動きいいぞ、その動きいいよ、その動きいいぞ。オッケー、オッケー、次僕の方がこっち行く。はい、行くんで遠く見といてね、あちこち見といて、はい、用意スタート。あ、いいね、いいよ。いいですね、素敵、素敵よ。よし、ちょっと抜いていこうか、まっすぐ行って、オートフォーカスだからいいね、ピントもさ結構いいのよ。で背景もねボケるから、なんかフィルミックプロいいね。なんか今日はフィルミックプロの宣伝動画みたいになっちゃう。軽いって正義で今までは僕はねあのフロートとか使ってたんよね、ごっついやつ。あれ使ってたらさ体力奪われちゃって、ちょっとあのアイデアがねあんまり生まれなかったんだけど、これすごい軽いからもう自由自在だから、アイデアがバンバンもしかしてこうやったらもしかしたらいいんじゃないかなみたいな、いちいちこうなんかもうしんどいなって思いながら撮ってないから、
いい。ゆっくりめね。はじめ風景から入るよ。はい、こう用意スタート。はい。いいやん。絵になるやん。はい、オッケー。かっこよかったよ。はい、じゃあ行くよ。用意スタート。で、カメラ目線かましてもいいよ。ごめん、ちょっとね、ふらついた今。ごめんね。せっかくカメラ目線くれたもん。はい、オッケー。あ、ライティングは良かったね。はい、じゃあ行くぜ。よーし、スタート。ただいまですね、セカンドカメラマンの相方が僕について回ってきております。ありがとうございます。とってもね、スタッフ泣かせなショットなんですよ、これは。でもね、すごくかっこいいショットにはなるわね。トルネードっぽく行ってみようか。うわ、もうね、もう目回るよね。相方大丈夫か。あ、じゃあやめよう。はい、ということでね、ちょっとね、ちょっと休憩、休憩。うわ、これはアンジュさんは才能の塊だよ。びっくりしちゃう。びっくりしちゃうよ、本当。撮っててね、撮っててやっぱ絵になんのよ。彼女はすごい、すごい天才です。天才肌だよ、ね、もう近い将来行っちゃう感じがするよね。今日の動画ってアンジュさんを褒める動画だよ。天才肌だよ。はい、全ての撮影が終わりました。さあ、では編集した動画をご覧ください。Like a light lighting up in the dark. You make it right. I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. はい、ということでね、 PV 見ていただいたんですけども、ちょっとね気になる点がありましたね。それはちょっとガビガビしてましたね。特にこのシーンなんですけども、ちょっとね頑張ってそのノイズとかを消したんですけども、これが限界かなという感じです。この
女性のねアンジェさんの顔面の肌がですねガビガビちょっとしちゃってますね。これまあ撮影中はね、まあ、消えるだろうな、編集で消えるだろうなと思ってたんですけども、ダヴィンチリゾルブでも消えなかったですね。でこれは撮影時にどうしたかって言ったら、 iPhone 内で色をね明るさを上げました。で上げた結果画質がちょっと落ちちゃったっていう感じになったんですね。これ上げずにそのままにしたらもうちょっと綺麗だったのかなっていう感じですね。でこっち見ていただいたら、ここはね綺麗なんですよ。ここは綺麗なんですよね、うん、まあ、ライティングが当たってるからっていうのもあるんですけども、うん、それでもここは綺麗ですね。まあ暗部あんまりライトが当たってなかったですね。で見てみて、やっぱりアンジェさんのこの肌をね綺麗にしてあげたかったんですけども、これが限界だったですね。なかなか綺麗にはならなかった。まあ iPhone 暗部には、まあ、弱いですね。そりゃそうでしょう。でここは綺麗なんですけど、問題のシーン、ラストシーンですよね。ラストシーンすごい決めたかったんですけども、まあ、ここでアンジェさんにマスクを取ってもらうというねラストシーンをしていただいたんですけども、一番見せたかったラストシーンがねこういう結果になってしまったんですね。これはなぜだかわからないんですが、暗部でもライトをね意識してこう当ててるんですよね、街灯のライトで綺麗になるはずなんだけどもいかなかった。このポートタワーにねピントを合わせてからのピント送りにしたかったんですけど、ちょっとピントが甘いのかなという感じですね。なんか iPhone の方で何かがあったのかね、この辺ライトがびっちり当たってるからこっちにピントが来てくれたらよかったんですけどな、どうなんでしょうか。この辺がちょっと iPhone の悩んでるところなんでしょうかね。はい、ここはねちょっと綺麗にラストシーン決めたかったんですけど、なかなかうまくいきませんでしたね。ということで今日の動画は以上でございますね。今日のモデルのアンジェさん、もう天才肌でしたね。どうでした今日の撮影？めっちゃ楽しかったです。もうなんか表現とかするときにその体の向きだったりもうめっちゃ指示とかしてくれて知ってくださって、すごくやりやすくて、なんかすごくモデルのいい経験、いい練習ができたなとめっちゃ思います。もう嬉しい。しかもずっとめっちゃ褒めてくれてるんで、なんかありがとうございますもっと頑張りますみたいなお互い褒め合うという、やっぱね褒め合うっていう現場がねやっぱ楽しいですよね。はい、すごくやりやすいですね。はい、まあ今日の動画はこれまでですまあこの動画がねいいねって思ったら高評価チャンネル登録お願いします。ベルマークもつけてくれたらねめっちゃ嬉しいです。ということで次回の動画で会いましょう。さよなら、ありがとうございました